ではどうぞ。7月某日、東京ビッグサイトで開催されたエクシア3周年大感謝祭、その一幕、令和の虎主催祝いが登壇。迎え入れるのは一人の女性社長。女性の虎たちが志願者を迎え撃つ女性版タイガーファンディングが幕を開ける。ではまずご経歴をどうぞ。皆さん、こんにちは、サワディーカー、田中奈々と申します。私は45歳で、本日はバンコクから弾丸で、このイベントに出るために、やってきました。最終学歴は立教大学の大学院です。バンコクで起業しておりまして、タイ製アロマブランド、タイハーブストーリーズの代表をしております。よろしくお願いします。はい、今回のプラン内容を教えてください。はい、今回の、虎の皆様への依頼内容なんですが、私のやっているこのタイ製アロマブランド、タイハーブストーリーズ、こちらの日本での販路の拡大といったところに関して、ぜひご支援をいただきたいと思ってやってまいりました。令和の虎、その思いを金に変えろ。ではオールワナシン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザバンド。どんなアロマなんですか？4つのエッセンシャルオイルのブレンドです。全て あのエッセンシャルオイルにそれぞれ、違ったコンセプト、4つのコンセプトがあって、そのエッセンシャルオイルのブレンドが入っているという状態ですね。これ今日実際に、はい、虎の皆さんに何かこう試していただけるのがあるんですか？ちょっと本当に嗅いでいただくだけなんですけれども、はい、持ってきておりまして、はい、はい、このバランス、更年期ですか、はい、のバランスが気になって一番最初に蓋を開けました。 ありがとうございます、はい、4種類の、コンセプトがありまして、これですね、はい、まず私たち その事業というところのお話もぜひこれからさせていただきたいんですが、このエッセンシャルオイルのブレンドで、皆さんどんな香りなのか、どんなコンセプトなのかといったところがまず気になるところかと思います。で、今七重ママの方に言っていただいたバランスですけれども、女性ホルモンのバランス、これを一番注目して作ったものでして、ゼラニウムですとかクラリセージ、これはその女性の体調不良ですとか更年期、PMS、生理、前後のですね、イライラとか、そういったところの気持ちを落ち着けていったりする効能が ある、ピンクのね、ラベルにさせていただいていて、女性向けのエッセンシャルオイルになります。あとの3つもですね、行動力がアップするタイプのアウェイクンというレモンのシトラス調の香りがあるものですとか、2つ目のリカバーはですね、疲労回復、お仕事の後とかに一番ぴったりのタイプで、タイハーブのですね、プライというハーバルボール のマッサージとかで使われているそのプライが出てきたりするようなものですね。あとカムっていうのは、これは癒しの香りっていうことで、お休み前とかにいいラベンダーとかレモングラス、そしてタイのパルマローサといったものを使っているということです。でちょっと商品のお話を先にさせていただいてしまったんですが、実は私たちのこのタイハーブストーリーズの大きな特徴がいくつかあります。この会社名というか、そのブランド名タイハーブストーリーズと言っている通りですね、タイのハーブ、これをこの4つのそれぞれに必ず1種類2種類を使っているというものです。このタイのハーブを使うということによって、タイへのつながり、タイへの社会貢献、ハーブ農家への還元というところを目指した社会貢献のプロジェクトでもあります。でもう一つ大きな特徴として、この4つのエッセンシャルオイルなんですが、商品開発ですとか、こんな風に売っていったらいいんではないかとか、この事業そのものにですね、日本人女性が28名今関わっています。彼女たちは私 その会社の社員という意味ではなくて、プロボノという無償のスキル提供ですね、まさにその金銭的な報酬を受け取らずにこの事業に関わりたいと共感してくれているメンバーが集まって、この事業を一緒に盛り立てているという大きな特徴があります。
ですので、その普通のそのいい香りのエッセンシャルオイルで癒しになったりとか、自分のその行動力をアップするとか、そういったことだけではなくて、背景に、まあ、そういった、社会貢献の要素とか、あとは日本人女性が、そうやって関わっていくことによって、彼女たちにいろんな挑戦の場とか、活躍の場を作っていくというようなコンセプトがある、あの授業になります。話が長いよ。すいませんみんな、あの期待してたよ僕ね、あの絶対俺そろそろ言うと思ったよね。これ本家だったらもうちょっと短い段階で長いよ話があって、はい、僕、ね、さっき控え室で言ったんですよ、はい、とにかくコンパクトに話は短くって言って、これですよ。すいません、どんだけ長かった今、どんだけ尺使ったのって話、ね、あのね、はい、あなたのプレゼンテーションの場でもあるんだけど、はい、ここは虎と志願者のやり取りの場ですんで、はい、一人で永遠に喋るのやめてください。はい、わかりました。はい、皆さんどうですか、はい、リアルですよこれ皆さん、いつもこんな感じですはい、なんかいつ行くかなと思ってましたでしょあの、はい、そもそもなんでタイなんですか。あ、はい、タイはですね、私は実は夫がタイ人で、タイにもう住んで12年になってます。なのでその何かタイに貢献したいという気持ちがずっとあった中で、自分自身は会社員として銀行員を20年勤めておりました。その関係でそのなかなかタイに貢献と言っても何をするんだというような感じでなかなかできなかったんですが、今回その、昨年起業したことでですね、これをやっていきたい、タイに貢献していきたい、自分もタイにも十分個人的にも縁があるということで、タイ初のブランドということになっております。安藤社長がいたらね。そうですね、はい、男性だから協力してくれそうだったんですけど、カンボジアの方とかですよね、はい、タイにもいらっしゃったんですか。あ、タイも時々行きます。あ、そうなんですね、はい、ただあのアロマって結構道具多いじゃないですか、はい、おっしゃる通りです、はい、何が他と違う点あります、はい、そうですね、タイ発のアロマブランド、今あのアンナさんの方におっしゃっていただいた通り実はいろいろあります。で世界的に展開しているブランドもあります、その関係であの逆にそこは、やる価値があるというふうにも思っていて、違いとしてはやはり先ほど申し上げました必ずタイハーブを使うっていうことですね。他のタイのブランドはですね、必ずしもそのタイのハーブを使うということにこだわってはいなかったり、天然アロマ 100% っていうところも私たちはこだわっているんですけど、まあ、そこもあのフレグランスというか香料をあの使用しているブランドも結構あるんですね。でやっぱ価格の関係で天然アロマ100っていうと結構あの価格も上がってしまうということで、香料をあの合成香料を使うっていうことがすごく多くなっちゃったりするんですね。そこの天然というところ、これはかなり、あともう一つはやはり日本人女性が開発に関わるけれどもタイで全て製造するっていう点になります。あのタイでは、長いですか。めっちゃ長いよすいません、もう何回言ったら分かる の自分でも自覚があるぐらいでしょ。長いっつーのすいません、まだなんかもうちょっと言いたかった。あのね、溢れる思いは分かるんだけど、はい、短い、一回コンパクトにまとめましょう。はい、はい、そう、あの会場みんなまた岩井が言うからと思ってるじゃないですか。そちらに目線いってます、はい、そうですね、ある種こういうのって、はい、まあ、私たちにをどれだけ説得するかっていうのはもちろん大事だと思うんですけど、はい、このある意味生じゃないですか、はい、ということは会場の空気を巻き込まないと負けちゃうと思うんですよ、はい、っていう中で成分のことだとか説明をされたとしても興味がないんですね、はいはい、そうですね。なのであのもっと簡潔に、簡潔に、はい、簡潔に、あのそもそも何をどう協力してほしいのかっていうのもよく分かんないんで、はい、なんかその辺を簡潔に伝えていただきたいなと思います。はい、三浦さんいかがですか。昨年あの起業されたということなんですけれども、はい、そもそもこのアロマ事業をやろうと思ったそのきっかけというか思いのところを聞かせていただいていいですか。あ、はい、ありがとうございます、短くさせていただきますやっぱり自分がまずアロマがすごく好きっていうことですね、20代の頃からあのアロマを取り入れていました、まあ、ずっとこの外資系銀行で働いていて、かなり朝から晩までっていうところで激務ではあったんですが、アロマとこうマッサージとかスパっていうのをもう日常的に取り入れていたので倒れたりってことは本当になかったです。なので何かやるならやっぱり自分が好きなもので熱意があるもの、情熱があるものっていうところで、アロマっていうのは私の中で本当に一番あの物販としてやりたいものであったという点が挙げられます。はい、私もあのこのハーブボールはじめスパの授業 もう30年近く関わらせていただいている中で、今フェムテックっていう、はい、
膣ケアとトレーニングですね。でこれ の, あのエストロゲンとこのホルモンバランス、多分今日ここに来てる若い方もすごく多くて、インフルエンサーの女の子なんかもこうホルモンで、皆さんどうでしょう、生理痛とかの生理前とかにイライラしちゃうって子とかもいらっしゃると思うんですけど、例えば、はい、あ、いる、めちゃくちゃイライラする、例えばこういうこの香り方向療法というようなもので、なんかどういうふうに改善するとかっていうのもちょっと知りたいです。あ、効能のところっていうことですかね。はい、はい、そうですね、あのアロマって、いわゆる薬ではないですし、その病院にかかって何か病気を治すとかそういったところの話ではないと思っています。ただそこに行く前に日常生活の中でこれがあることによって、まあ、よりその幸せにというか豊かに自分のやりたいことをやっていくっていうのが私はできると感じています。でその生理中とか、まあ、生理前のイライラっていうところなんですが、やはりその香りを嗅ぐことで一番その人間五感のうちこう本能的に自分の脳に神経に働きかけるっていうのが、これはアロマで実際研究結果があったりします。こういろんな、痛み止めとかあるんですけど、痛み止めをやるよりもアロマの香りを嗅ぐことによって、それが和らいでいくというような結果もあったりするので、まあ、そういった意味での効能っていうのはあのもちろん個人差はあるかもしれないですけど少なからずあるかなと思います。で今回この販路の拡大とか、はい、あの日本で売りたいってことですよね。はい、そうです。これをどういうふうにあの手伝ってほしいって思ってるんですか。はい、そうですね、タイでも売っていくんですが、やっぱり次の国として日本を考えています。どんなふうに売っていくかですけれども、今日虎の皆様の中でやはり店舗展開をされている皆様、もしくはご自身がアロマに大変興味があるという方、もしくはですね今日のようなこのような大きなイベントをされるという時にギフトなどで使っていただくっていうようなことも考えておりまして、まあエクシアさんであれば100店舗のあのすごく大きなネットワークを持ってらっしゃるというところも、ホワイトニングっていうのは美容ですから、まあ、そういったところにも興味のある意識の高い方っていう意味では相性が少しいいのかなっていうのも思ったんですけど、これ価格出てるんですか、上代、はい、上代の価格って出てるんですか。あ、1本あたりいくらっていう感じですか。はい、はい、1本あたり大体2200円ぐらい で少しちょっとバランスの方だけは2500円になっていく可能性があるんですけれども、はい、それはお安いですね、すごくね。さっきほど の, あの香りを嗅がせていただいたサイズで、はい、その価格ですか。あ、そうです、はい、あれが、まあ、あの完成品と同じラベルとあの同じ瓶ということになるんですけれども、はい、やはりタイだからお安いんですか。ですね、まあ、タイだから安いと言ってしまうとあれなんですけれど、タイ の, その工場自体は、各国からいろんなハーブを入れてタイハーブと混ぜてタイの工場で作るということになります。もちろんあのタイという要素があの価格がお安くなるっていう理由の一つではあるんですけれども、はい、ちょっと僕の方からあの、はい、田中さんのなんか人生について伺いたいんですけど、はい、さっきあの最初に経歴のところで立教大学の大学院を卒業されたわけですから、はい、まあ、24歳とかで社会に出てから今日まで、はい、どんな経歴あるんですか。はい、短く、はい、短く、はい、はい、まずですね、立教大学はよあのいわゆる学部も立教でして、そこ卒業して、実はその時ものすごい就職氷河期でした。なので私は一つも内定を取ることができず、毎日あの泣いて暮らしてました。でどこも決まらないので、あのもう海外に行くしかないなと実は思いました。で自分にすごく失望して、で海外でもそんな急に新卒であのそんな就職先ないです。ですのでインターンシップっていう形で香港のホテルに行くっていうのが私のその初めてのあの就職だったんですね。はい、はいはい、大学院に行かれた先の話ではないんですか。すいません、大学院はですね、はい、社会人大学院で25歳ぐらいの時に、仕事をしながら通いました。はい、はい、で銀行に随分長くお勤めになったということですが、 そうです、はい、それは国内の銀行ではないの。アメリカの銀行。アメリカの銀行に、はい、でもすごい優秀ですよね。はい、すいません話が長いの で、 タイ人のご主人と、はい、どこで出会ったんですか。はい、シンガポールで出会いました。なるほど、はい、でご結婚されてからは、タイに移住されてるっていうことですか。そういうことです、はいはい、で現在はご自身で会社を立ち上げられてる、はい、そうです、はい、
ちなみに感覚的に興味があるんですけど、はいはい、どのぐらいの年商があるんですか今。いやもう全然始めたばっかりなので、いつ始められたんですか。去年の半ばぐらいですね。去年までシンガポールに途中までいまして、はいはい、そこで会社を辞めて、はい、家族中全員引っ越してきてバンコクに戻って、はい、そこからいろいろなこと子どもの学校とかをやった後で、立ち上げたのでまだその数ヶ月ですね去年では。そんなに売り上げは立ってない。あ全然ですね、はい。まあ、全然というか、まあ、少しこのアロマ事業でもやってる部分はありますので、その売り上げというか別事業っていうのはあるんですけれども。別事業って何やられてるんですか。はい、別事業はですね、いくつかやってまして、まあ、私自身がずっとブログを書いていて、ブログの書き方ですとか、まあ、そういったちょっと SNS 的な発信の講座をやったりですとか、あとは今回のアルマの商品作りにも少し使っているんですけれども、ポジティブ心理学という心理学系の人の幸福度、これからどんな人生を歩んでいけば人は幸福を感じるのかとか、そういったコーチング的なこととか、講座関係、スクール関係、そういったもの、あとは PR 関係ですね、そういったものも少しやってます。じゃあ怪しいですねちょっといやでも結構女性でこういうのやってる人多いから、はい、なんか別に、まあ、否定はしないんですけど、はい、まあ、正直男性からすると結構何それってなんかなと思うんで、はい、で普通にその SNS マーケットことですよね。ブログだとか書かれてる講座を教えてるってことはマーケティング の講座を持たれてるってことですか。そうですね、まあ、少しやってはいますけれど。だったらなぜそれで売らないんですか、はい、ブログの書き方を教えるんだったら、はい、アロマをどうやって売るかっていうのを考えた方が早いんじゃないかなと思ったんですけど、はい、人に教えれるノウハウがあるんだったら、うんうんうん、どうやったら物が売れるのかっていうのは、例えば文章の書き方だとか、はいはいはい、その販売動線みたいなものを作るっていうのはもうすでにやられてるんですか。そうですね、おっしゃる通りで、その部分もやってはいます。はい、でやってどれぐらいの売り上げなんですか。売上そうですね、月100万ぐらいいったりはしますけれど、はい、販売価格が数十万の場合もあるという感じ、ね、どういうことですか。アロマ、あとアロマですよね。アロマで100万円売れてるっていうお話だったんですけど。あ、違います違います、アロマではまだ販売をしていないので、はいはい、これからですね、すいません。今言ったおっしゃった100万円は何の売り上げですか。はい、そのいろんな講座とか、いろんなもののこう集合体というかですね、はい、ブログでも収入がある、まあ、要はあれですよね、SNS の、はい、その講座、自分の講座とかそのコーチングとかの、はい、多分講座料だと思います。そうですね、講座とかになります。お手伝いするとなると、はい、代理店みたいな感じになるんですか、はい、どういう形で携わればいいですか。はい、ありがとうございます。もし提携等をしていただけるという場合ですけれども、例えばそのサロンや店舗をお持ちの方であれば、まあ、そちらに提携という形で置いていただくということが一つ考えられると思います。それ以外ということになりますと、まあ、卸のような形で、おっしゃる通りその販売代理的なところもあるかとは思うんですけれど、はい、そこも一つのアイデアかなと思いますね。本当にこれからなんですね。本当にこれからです、すいません、はい、まだ、売上自体が上がっているという事業ではございません。今製造しておりまして、来月に納品されるというような状況でして、はい、これからスタートしているというところです。ママ、来月から、もう販売できるという形なんですか。はい、今準備中、絶賛準備中という形で、来月から販売をしていきたいと思ってます。まあ、9月、8月末ぐらいですかね、はい、8月から9月ぐらいに、はい、販売スタートするというアロマなんですね。はい、わ、はいはいはい、かりました、はい。これアロマの先ほどの4つのボトルがあったと思うんですけど、はい、まあ、2000円から2500円ぐらいの上代のもので販売する、はい、これで、はい、まあ、今のお話だと自分のもともと持っている顧客の方に、はい、講座とかのお客様とかにも多分販売するということも最初は考えたんですか。そうですね、まあ、講座のお客様への販売は、まあ、興味がある方はもちろん、はい、ご購入いただくのはありだとは思うんですけれども、じゃあなんかエステとか例えばそういった美容の店舗をやられているところに、まあ、置いていただいて販売していただくって、対面販売で
販売するということだと思うんですけど、はい、そうするとみんな特色があって多分マッサージにこれを混ぜてくださいなのか、はいはいはい、何かそのやられてることに対してプラスアルファの効能としてお話しするということで販売かと思うんですけど、どのような特色を出してこれを置いてくださいっていうのがあるんでしょうか、はい、うん、店舗でもしくはサロンで展開するという場合はですね、やはりあの私たちのそのブランドのコンセプトのところに共感していただける方っていうことになると思います。他のタイのブランドのエッセンシャルオイルということでは、同じような金額ですとか、まあ、香りもあのここでもいい香りが嗅げるよと言われる場合はあるかなというふうには思うんですけれども、私たちのその社会貢献の要素ですとか、日本人の女性がタイのブランドを作るというここのユニークさっていうところですね、そういったところで、まあ文化的な交流があったりですとか、これからその日本もしくはそのタイの両方で、ウェルネスのところで、いろんなそのツーリズムですとか国をまたいでの行政とかを巻き込んでのプロジェクトにもしていきたいと思っているので、そのタイだからタイのものをタイ人が作る、日本のものを日本人が作るということだけではなくて、そこがこうミックスされた状態っていうのは面白いと思っていただければと思います。タイを拠点にビジネスを拡大する志願者の挑戦、自慢の商品を軸に展開するプレゼンテーション、虎たちの追求にひるまず事業の可能性を伝え続ける、女性社長 VS 女性社長、火花が散る。思いついたのはそうですね、リライブシャツというシャツなんですが、あのちょっとこの売り上げのですね、2023年からのこう、はい、計画を見させていただいてるんですけども、2023年売上400万、2024年売上1750万、2025年売上4250万、はい、そして2026年にはなんと売上7000万にもなるという資料を今いただいてるんですけども、はい、これの根拠をちょっと、はい、教えていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。こちらですね、もうあの2023年はあともう数ヶ月しかないというところなので、発売をその9月1日としたとしても4ヶ月しか残っていないという状況です。で今頼んでいるオーダーがですね、この2000本のエッセンシャルオイルになりますので、まあ、それを単純に2000円でやったところ、この400万円というのが出てきましたと。で来年以降これだけどうして伸びるのかといったところなんですけれども、まず来年以降はこのエッセンシャルオイルだけではなくて商品の拡大を考えております。でロールオンのアロマとマッサージオイルをまず作ることをすでに決めておりまして、こちらが追加で、売上に入ってくるという試算になっています。でそれを今2025年2026年もそれぞれ、注文数と売上数を伸ばしていくっていうのが今のアイデアになっております。商品が増えるということですかね。はい、そうです。はい、なるほど。じゃあ逆に最初に作った商品がガーッと伸びていくということよりは、はい、横ばいでどんどん新しい商品作るから売上が伸びるって話ですか。はい、両方両方、はい、考えておりまして、まず初めのエッセンシャルオイルも伸ばしていく、かつ新しいものを作ったら新しいものも伸ばしていくと両方伸びで計算しております。はい、美穂さん聞いてると割と美穂さんのビジネスに一番親和性があるのかなと思って今まで聞いてましたが、はい、今日、ま、ここまでの感想何かありますか。そうですね、まあ、女性と一口に言っても、まあ、20代から50代まで幅広くいると思うんですけれども、まあ、タイハーブストーリーとい う名前になっている通り、このどういう女性のストーリーに届けていきたいのか、具体的な顧客像というところを伺ってもいいですか。はい、ありがとうございます。顧客像なんですが、やはり働く女性でなかなかその自分に自信を持てなかったりとか、もっと行動力をつけたい、でも一歩踏み出すことができないとか、あとはそのどうしても仕事で今もう疲れ切ってしまっていて、何か次のことをやるっていう活力が湧かない方とか、まあ、そういった女性たち、30代から50代の女性です。でやはり50代というところに関して
はあの商品であのバランスの女性ホルモンのものを作った通りですね、女性やはり30代40代忙しいですけれど50代ってなってくると今度は更年期という問題も出てくるので、まあ、そういったこう女性のライフスタイルにずっと寄り添うようなあそういうあの商品にしていきたいっていうのが考えている顧客像というところになります。うん、だったらうちと合わないかもしれないですね。そうですか、はい、あの客お客様の層を見ていただいたら分かると思う。若いですよね、はい、どちらかというと若いかなと思いますし、はい、うん、だったらなんかこう今って多分そのまだ始まってないじゃないですか、はい、であのすごいあの社会貢献をしたいという思いがあるのは本当だと思いますし、はい、ご自身の思いはすごい伝わってくると思うんですけど、はい、でも多分何の要はビジネスなんで、はい、こうご協力させていただいたときに何のこうメリットがあるのかっていうのが正直もちろんそこだけじゃないです、はい、気持ちっていう部分に対して投資をするっていうこともあるんで、なので自分のご自身の今後の未来、はい、今はうまくいってないですけどこういうふうにいくっていう未来を見せるのか、それとも何かこう具体的なこれこういうさっきおっしゃってたと思うんですけどタイに在住でそういうコミュニティがあるんだったら、例えばここにいらっしゃる社長さんたちにこういうプラスを与えれますっていうようなお伝え方をするだとか、そういうことを言わないと多分協力する理由が作れないと思うんですよ。なんでその辺をもう少し付与していただけるとよりいいんじゃないのかなと思うんで、簡潔に、はい、はい、皆様にとってのメリットっていうところをですね、そこについて申し上げますと、やはり東南アジアでの展開といったところが一つあるかなと思います。特にタイでは、私自身もタイに長くいるという意味では詳しいですが、住んだことがあるという意味では、香港とシンガポールで、働いたことがございます。で、そのエリアにもですね、こうやって出ていきたいというふうに思っているので、まあ、何らかのその皆様のサービスですとか展開といったところで、ご一緒できるということが将来的にあり得るかもしれないというふうに思っており、そこにあの少し将来性を見ていただくということができれば何らかの提携の可能性というのも見ていただけるかなと思いました。どうですか、安奈社長。なんかふわっとしていて具体的にもうちょっと教えてほしいです。はい、そうですね、例えばですが、香港とか、まあ、シンガポールというと貿易関係輸出入関係では他の国と比べると、まあ、やりやすさがあるというふうに理解しております。まあ、そういったところで、そうですね、商工会議所ですとか、まあ、ジェトロ的なところですね、まあ、そういったところにやはり出入りをして、そこで、どんなプロモーションができるのかっていう情報交換をしていったりとか、まずそこからスタートだというふうに思います。あとは自分がすでに知っている人たちの中から商社としてそこに出ている人たちに対して何らか その販路のところの拡大っていうのも、その今日は皆さんに日本での特に販路の拡大というところでお話しさせていただいているんですけど、それ以外の国というところではそこも考えております。はい、うちのお客様が40代以上の投資家の男性なんですけども、はい、合いますか。投資家の男性、はい、そうですね、やっぱりアロマは男女でいうとお客様は8割が実は女性というふうに言われています。なので男性は男性のその体の仕組みというかホルモン的にあまりアロマを欲さないというか、ホルモンバランスが安定しているので、そこは男性が使っても全然いいんですけど、確かに男性で、すごくアロマが好きという方がたくさんいるかというと女性の方が合うかなというのはありますね。なかなか難しいか、うん。さあ、そろそろ時間もね、はい、来てまいります。何か最後に質問のある方いらっしゃいましたら、もう一つぐらい質問が大丈夫ですか。はい、ではですね、田中さん、お時間来ましたので、もう一声最後にお願いしたいと思います。ラストステートメントです。はい、今日は本当にこのような貴重なお時間ありがとうございました。この大成アロマブランドを世界に広げていきたいと思っております。今はまだ形になっていませんが、もし皆さんのご協力をいただけたら大変嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では一旦このまま壁側を見ください。はい、では皆さんボードを用意していただいてファイナルジャッジメントタイムです。ですね、このボードには今日は、一番いいボードとしてはどっぷり手伝うで、どっぷりと書いてください。
で、じゃあちょっと私少しだけ手伝ってあげようかなと思う方はふんわりと書いてください、彼女のプレゼンはあまり心に響かなくて、残念ながら今回は手伝うことはできないなと思う方はごめんなさいと6文字で書いていただきたいと思います。ではお願いします。で、早速せっかくですから今日はこうやって生でやってますんで、皆さん会場の方に一度聞いてみましょう。3択でお願いしたいと思います。彼女後ろ向いてますんで大丈夫ですよ。どっぷり手伝いたいなと思う方とふんわりの方とごめんのサインの方に分けましょう。もう皆さん書きましたね。はい、じゃあせっかくなんでちょっと忖度抜きで皆さん手を挙げてください。はい、じゃあ私なら僕ならどっぷり手伝うけどなと思う方は手を挙げてください。ありがとうございます。はい、ふんわりなら手伝ってもいいよって感じの方、ありがとうございます。じゃあごめんなさいの方、はい、これ後で田中さんにしっかりとフィードバックしましょうね。はい、では田中さん、こちらお直りください。はい、ではただいまより最終決算に入ってまいります。では1枠7万部からよろしいですか。はい、お願いします。はい、一番最初に出せるってなんかいいですね、1枠。はい、はい、出させていただきます。はい、ふんわり、ありがとうございます。はい、はい、コメントどうぞ。なぜ拍手が起きるんだろう。ありがとうございます。私実は息子がタイに移住しておりまして、はい、3月からでゴールデンウィークに一度行きまして、実はなんと昨日一昨日一泊弾丸で行ってきました。タイに、はい、はい、で安藤社長とも、はい、竹内社長ともお会いしてきたんですけども、はい、あら、うちは来年飲食事業とか、はい、あといずれは不動産とかも本当に安藤社長から聞いて面白いなと思っていて、はい、進出したいと思ってるんですね。なのですごく親和性を感じました。はい、ただ差別化とかね、はい、アロマのブランドっていっぱいあると思うので、はい、もっと差別化とかしっかりとしていかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、はい、私も参加させていただいて、ぜひタイと、ね、日本の交流を深めていただけたら嬉しいなと思ってふんわり手伝わせていただけたらと思います。はい、ありがとうございました。では続いてちつねお願いします。はい、ちつねも、ふんわりということでお手伝いさせていただけたらと思います。ありがとうございます。フェムテックっていう、私は本当にその女性特有の健康問題の課題をテクノロジーで解決しましょうという、そういう授業をしているので、先ほどの芳香療法なんかはこれからの日本人女性すごく長生きですので、87歳、世界で一番の長寿になってますので、そういったこの芳香療法なんかが伸びてくる授業としてはじゃないかなと思っておりますので、ふんわり、フェムテック絡めながら私の授業でもちょっとお勉強させていただきながらご一緒できたらと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。では3番目美穂さんお願いします。はい、私はどっぷりで応援したいと思います。ありがとうございます。はい、商品はもちろんですね、いろんなアロマがある中でいろんなストロングポイントあると思うんですけれども、まあ、彼女がこの舞台にかけてタイからはるばるやってきた、その起業家とか、まあ、経営者の魂としては、まあ、この事業必ず成功するんじゃないかなと、その心意気のところにかけてぜひどっぷりやっていきたいなと思いました。はい、ありがとうございました。ではアンナさん、ふんわりでお願いします。なんで2人ともハートがついてるんですか。はい、ラブです。はい、東南アジアですね、応援したいっていう気持ちと、あと、まあ、お客様男性なんですけど、その先に奥様がいらっしゃいますので、はい、ちょっとお手伝いできるかななんて思いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、現在のところですね、ふんわりが3人とどっぷりが1人です。最終的な決断は5枠の、セナさんに委ねましょう。はい、セナさんいかがでしょうか。はい、私はふんわりです。ふんわりかい。でも正直今ね、はい、今ね会場はみんな、いや分かってます、5枠のセナさんがごめんなさいって書くだろう。分かってます、分かってます。もうビンビン伝わってきます。はい、ビンビン伝わってきてますんで、はい、なんでちょっと言い訳を言わせていただくと、はい、申し訳ないんですけど、かなりごめんなさいよりではあります。分かりました。プレゼン内容とかは女性特有、何が言いたいか分かんない、
あの要点がまずまとまってないのと思いが強すぎて、であなたの思いは分かるんですけど、じゃあそれ実際うまくいくんですかっていうところで、その実益になる部分が全くないんですよ、はい、でこれって本当に女性あるあるで、あのやっぱり女性って思いから入るんで、思いで仕事で突っ走ってどこまでも頑張れるってところはすごいいいことだと思うんですけど、はい、でも私経済なき思いってこれたわごとだと思ってるんで、はい、なんでそこのあまりにもその経済的な部分の説明がなさすぎた、はい、なのであのかなりあれ誰かごめん出すかなって正直思ってたんですよ、私アンナ社長とか。でもやっぱりみんな優しいなと思って、はい、でもただ、まあ、私としてはやっぱりこのわざわざこのためにタイから来たっていうところですね、まあ、ここと、あとはあのうちもタイのバンコク店ありますんで、まあ、まずはそこの店舗で何かあの相互送客の流れだったりだとか作れるんだったら、まあそういうようなところから協力できるかなっていうところで、まあ、ふんわりです、はい、だけど今のままだと絶対うまくいかないと思います、はい、なのでこれは、まあ、ちょっと最後、私はもう正直最後岩井社長にちょっと締めていただきたいなって思ってるんで、はい、そこでお伝えいただけたらと思うんですけど、はい、すごく頑張ったかなとも思いますし、はい、ここまでの心意気は本当最高だと思うんですけど、だからこそ、はい、そこを強くなっていただけるとよりいいなと思いました。ありがとうございます。はい、結果ですね、美穂さんだけがどっぷり手伝うで、他の4人がふんわりということで統一されたこともありまして、はい、今回の女性版タイガーファンディング全体としてはふんわりと手伝うという結論になりました、はい、まあ、あの本当に今日弾丸でねタイからお越しいただいて、はい、このまま帰るんですよね。はい、もう明日帰ります。明日ね、はいはい、あの僕実はね、振り返っていただいている時に会場に聞いてみたんですよ、はい、でこれ一応の各、まあ、パーセンテージで言ってみますね。はい、お願いします。どっぷり手伝うが、はい、多分 10%、はい、で10%、ふんわりは 20%、はい、ごめんなさいが 70% なんですよ。はい、わかりました。多分これが世間の声、はい、でただこの世間の声っていうのはあなたのこの、まあ、企画に関してというよりは、はい、あなたの今日のプレゼンに対しての評価が7割がごめんなさいなんですね、はい、でやっぱこれからちゃんとビジネスをやろうとした時に、はい、当たり前に人とのコミュニケーションってすごく大事になるじゃないですか。そうした時に僕今日初めてお会いしてね、はい、あのまあ、注意事項も言った上でここに座っていただいたんですけど、はい、田中さんに限らずやっぱり志願者の方って思いがあふれるんですね。で思いがあふれることはすごくわかるんだけど、やっぱり一方的にずっとこう長く喋るということは、はい、聞き手にとってみると、はい、いつまで喋っとんねんこいつとか、はい、もしくはあのこれ結論何なのって、はい、もうはっきり結論先に言うてよとか、せっかちの人ならやっぱ思うんですよ、はい、僕めちゃめちゃせっかちなんで、はい、答え何なんっていつも思うんですね、はい、そこの部分は多分田中さんにとってちょっとねマイナスな部分だなっていうのは僕感じながらずっと聞いてましたので、あのぜひそこのところを、まあ、ジジイの老婆心ながらですけれども、ありがとうございます、あの忠告として聞いていただいて頑張っていただきたいと思います。はい、はい、あのまあ、せっかく今日こうやってね生でやっていただいたんで、はい、あの虎の方々のご意見もそうなんですけど、これだけの数の方が、ね、はい、10%、20%、70%で今のところごめんなさいだということを糧にして、はい、糧にして何クソということで、ね、はい、もう一回タイに帰ってから踏ん張ってやっていただければと思います、はい、じゃあ最後になります、田中さん今日の感想をいただきます。はい、はい、本当に、ありがとうございました。学ぶことがたくさんで、本当に虎の皆さんのそれぞれの質問で、自分自身気づきがたくさんありました。タイから本当に短く今日来れたことを、はい、一生忘れません。ありがとうございます。はい、拍手で皆さん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。僕から今日この企画に対して一言言っていいですか。最後冒頭でですね、これがこれから10月からなでしこ版タイガーファンディングという形で、まあ、主に女性を応援する企画として始まるんですけど、ちょっと僕今日心配になりました。何が心配になったかというと、やっぱり優しい。そうですね、そうみんな優しいので、ね、この状態で志願者迎えてみんなでやっぱ厳しさを出そうと思いながらもこうやって優しくなっちゃうと番組は超つまんなくなるからね。
ごめんなさい出すべきだった。はい、はい、だからやっぱり、いや女性だからなんかみんな優しいよっていうムードに包まれちゃうとやっぱタイガーファンディングとは違うと思うので、そうですね、まあ、逆にしかも、はい、その女性だから優しいよっていうのはある種それも男女差別ですよね。そうです、やっぱ平等にするんだったらそこは関係ないのかなと思うんで、はいはい、それはちょっと私も、はい、やっぱり本当にお優しいなってすごく、はい、実際生でやってみてよく分かったんで、はいはい、と思います、はい、だからこれが、こちら側とこちら側の差だったわけですよ、はい、だから彼女たちは、この人たちはあなたが振り向いてる、はい、反対側向いてるから、はい、自分がどこに手を挙げたかバレないから本音でやってるわけですね。それが7割やっぱりごめんなさいだっていうことはちゃんと受け止めた方がいいと思いますね、はいはい、ぜひあの10月から始まるなでしこ版タイガーファンディング、あの皆さんお楽しみにしてください、全員が女性っていうわけではないですよね、はい、あの女性を応援したい虎の人たち、そうです、ですから、虎は女性だけじゃなくて女性を応援したいと思う虎も、出ますし、あとなぜだか司会僕ですよね、はい、はい、いやでもまあね、はい、ちょっとね、あの、はい、ちょっとね、まだここでは言えないんだけど、ものすごい仕込みをしてますね今、はい、もう本当に今井社長が、はいはい、多分こう生きてこられて初めてのことなんじゃないのかな。そうです、僕63年生きてきて初めてのことをやりますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていただきたい、もうぜひちょっとね、はい、サムネから注目していただきたい、なでしこ版タイガーファンディングの第1回のサムネを見ると本当に大笑いするね、はい、はい、という企画もありますので、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしていただきたいと思います。はい、じゃあお時間となりました、これにて、今回女性版タイガーファンディング終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。アロマの可能性を追求する志願者の挑戦、その結果はふんわり手伝う協力確約で終幕。はるばるタイから挑んだ志願者、虎たちの金言とサポートを力に変えてビジネスを進化させる。そして物語はなでしこ版タイガーファンディングへと続く。女性の虎たちが迎え撃つ新たな戦いは、続報を待て。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる。令和の空ファンクラブ入会はこちらから。